はい、どうも、こんにちは。芸人ギルドです。よいしょー、今日もボス戦やっていくよ。ボス戦一回だけじゃないかな。ちょっと、ボス戦でだいぶみんな緊張してるようですけども。してねえわ、今回は。アークサバイバルエボルブドで、ついに、ボス。うん。ね、ちょっとね、まあ、ちょっと、実を言うとですね、私、もうアークにボスがいることすら知らなかった。あー、なるほどね。そう、PVP でもう、殴り合うみたいなさ、そういうゲームだったから。でもマイクラもボスいるじゃないですか。あ、いるね。だからそう。わけわかんないとこに。うん。アークってマイクラのパクリですから、ほぼ。あ、そうなんだ。そうそうそう。知らなかった。ボスのコンテンツはあります。あります。リアルマイクラね。本当はね、やっぱ PVP でボス戦行くのが至高なのよ。それどういう、あれで？どういう？要は、ボス戦行くためにこうやってテイムとか、ブリーディングとかしないと、まともにボスに勝てない。それを PVP でやるのが楽しいのよ。なるほどね。その、攻められながら、このメガテリウムたちを作って、ってやってるところにまた邪魔されてみたいなのがあるなって。そう。でもボス戦行くために頑張るみたいな。で、途中でもうまくいかなくて、イライラして、喧嘩とか起きるんですよ。仲間同士喧嘩とか起きてる。ギスギスしてるな。で、抜ける人もいるし。そんなボス戦って美味しいの？ボス戦、感じだ。ボス戦は、テックエングラムってのが取れるんですよ。ほう。エングラムってレベル上がってったらどんどん取れるじゃないですか。でも、はいはいはい、ボスを倒さないと取れないものがあって、それがテック。ああ、そうなんだ。はい。藁、木、鉄って進んできたじゃないですか。その次、その先、テック。っていう新しい素材になるんですよ。はい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 。それはボス戦じゃないとその素材が手に入らない。あれでしょ、メカ恐竜のあの体を構築してるやつでしょ。あ、それそれそれ、テックと呼ばれるものですね。だからテック土台とかテックの壁とかテックの天井とか。それをまあ、そうそうそう、レベル上げるためにやると。あのなんか洞窟行ったじゃん。お、行きましょう。洞窟のなんか壁とかになんか未来的ななんか張り付いてたじゃん。ありましたね。あれよ、テック。あれがボスからドロップするんですね。うん。なるほど。テック。テックだ。あ、急にバカみたいになった。なんで？テックの言い方。テックの言い方バカみたいだったの。テックにやっぱちょっと見入られてるな。ということは、じゃあちょっとこのボスを倒して、てかまずボスに行くところなんですね。行きましょう行きましょう。行きましょう、皆さん。メガテリ&オエド、大王軍団。オエドってなんで？ちょっとシンプルミスやめて、ふいさん。おえどどんだと思って。確かに一発目の動画だから頭働いてないのはわかるけど。おえどって。白帯降りてきてるわ。あそこ行くか。はい、了解です。クレートね。はい。クレート。はいはい。あそこから行けんのよ、ボス戦に。岩下、物持ってる？ボス戦。持ってないです、まだ。ちょっと待ってくださいね。こいつ乗れねえんだけど。あ、立たせないとダメですね。よいしょ。あと、ニコラスさんが、いつも、抜けるときに殺していくことによってなんか俺のあのペットいなくなったんでちょっとそう、はい、俺のあのクマのペットいなくなったんでちょっとかわいそう。いやいや、あんたらせあれあんたらせ金属のヘルメットどこだ。服ちょっと集め、いくぞー。え、カリウド、ゾーディアーで岩下がいなくなった。カリウド大物、ここにはないね。ここにないね。俺のあれからなくなっちゃったんだよな、服も。大物、カリウド、賢者、オッケー。大物、カリウド、賢者、行くじゃーん。白帯向かいます。うん。しー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 、白帯。白いオベリスク。消えそうだな。生まれたてオベリスク。オベリスクとかいるの？新しい遊戯を。いや、まだ、ブルーアイズしかいないですよ。前のキャラクターたちは？うん。あ、そうなんだ。あべ、疲れちゃった。こいつ、強くないな、お前。これ全員揃う前に、あとニコラさんだけかな。いるいる、ニコラさん。出ます？あ、これちょっと怖いな。周り囲まないといけないですよね、これ。確か。あ、そうなの。あ、こうやってみんなで一緒にいなきゃいけないのか。はい、あ、うん、こうやって入るの、こっから。はい。うん。なんか開いちゃったけど、俺。やめて。やってください。早い。入れますよ。はいよ。はい、はい。ちょ、待って。ちょっとどうなの？はい、はい、はい。え、いいの？あ！あ！
間に合わなかったこれ。間に合わなかったっすね。あれ、クレートが消えちゃったってこと今。はい。クレートの中身取った？いや、取ってない。消えました？取ってないっすよ。え？消えたと間に合わなかったか？間に合わなかった。アーティファクト持ってかれました。え？え？アーティファクト持ってかれました。え？巻き戻す？巻き戻すんだよ、これ。え？アーティファクト持ってかれました。何個入れた？ 3 個です。3個って何ですか？ 1 回分。いや、だから。もう1回分ある？あっちに。いや、もう1回分あっちにあるよ。そうだよね、そうだよね。あるよね。あるよね。よかったー。ちょっと待って。いや、だから俺、怖かったんですよ。これ、なくなりそうだなと思ってたんですよ。だから、安全ならオベっすよ。オベ行きましょう、オベ。あ、何？あのクレートが一定時間で消えて、その消える瞬間に入れちゃった結果。消える瞬間に入れちゃった。入っただけで、もうそのまま消えちゃったの、はい、クレートが。まあ、岩下の落ち度よ。いや、俺は、押すところまで行ってました。そしたら小池さんが、待って待って待ってって言ったから、止めました、僕は。そしたら、ブヨーンってもんでかれました。いや、俺はじゃあ、小池のせいよ。いやー、俺のせいかな、本当に。いや、ちょっと待ってください。じゃあ、誰小池。いや、僕がいたところにギュッて入って、ってきた人いて、はい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 、割り込んできて、でそれでちょっとブルってずれちゃったんですよ。割り込んできた人、割り込んできてて、誰だ、誰誰、ちょっとすごい言いづらいですけど、うん、ニコラスさん、ニコラスさん、ニコラスさんのせいになってるよ今。せいぞ、じゃあ俺ちょっと遅れちゃったからな。あ、じゃあ、ニコラスのせい？じゃあ、ニコラスさんのせいなんで、ちょっと、償ってもらっていいですか？え、いいの？それで、ニコラス。そこで切るのであれば。全然まだ回したよ。俺も、むちゃくちゃなすりつけただけだったのに。まだ、数珠見えてただよね。ずっと、俺、数珠の終わりの飾りずっと考えてたの。だよね、だよね。どうすればいいんだろう。何してたっけって思って。見てなかった。道の行動真面目だな、真面目だな、ちゃんと俺がちゃんと悪いことしてないとなすりつけられない。大物狩人、はいはいはい、それ予備ってことだよね。それは予備っていうか、まあ一人2個も、あ、一人、あ、2個持って帰れるじゃないですか。一、うん、人ずつ2個ずつ持って、はい、予備ではないですね。でね、何回も回すから本当は。なるほどね。まあ普通に1回分無駄にした。うん、単純に1回分無駄になっただけ。こっから一番近いのって緑尾べか。緑尾べ。尾べって地上から行けたっけ？もう向かってます。全然行きますよ。はい、行ける行ける。メガテリ、あとはメガテリ、肉いっぱいに、肉できるだけいっぱいにして重くなんないぐらいで、で最終設定オフにしてた方がいいです、ボス戦は。なるほどね。大おどんも肉いっぱい持ってきたな。じゃあこれ倒しちゃうよ。ディプロドックスだ。こいつ捕まえたかったんだよな。こいつ10人乗り。10人乗る？バスみたいになれるんですよ、こいつ。へえー、すごい。かわいいんすよ。パラサウとか倒してこ、パラサウとか。アルファカルノだ。アルファカルノはやばいね。全然メガテリじゃ勝てない。いやでも回復あるからいけんじゃない。いや全員でいけばいけんじゃないですか。レベリング勝ったらやっちゃおうよ。確かに水の中いける。もうちょっと食らってるじゃん。角やば。知らないでね。いやいやいや、あーもう血出てる、もう血出てる、血出とるわ。あーもう血出とるわ。この人ダエを意外と水いけるから。あ、そういえばこの間聞いたんですけど、ステゴ弱体化入ったらしいっすよ。うーん、いや、ヒレはそのままで、弾のカット率、弾のダメージカット率が下がったらしいっす。でも今使えないんですって。レベル25上がったんだけど。うわ、一気に上がったね。上がるね。なんか変な書物を開いてしまったから。こいつ何あげるべき？体力と攻撃じゃないですか。攻撃でいいと思いますよ。うん、いいじゃん。で HP 上げて、ふいさんに回復してもらって。そう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 。
HP 高ければ高いほど一生回復できるから。恩恵は高いっすよね。なんかいない。ペラルゴニクス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 だ。ああ。ちょっと早く小池さんに別マップやってほしいんだよな。ちょっとまあ待ってくれよ。指定な早く別マップ。やってほしいよ。スコチは激アツ。もういいかも。オッケー。いや、全然だった。全然全然。25レベルも上げてんだ。そうそうそう。HP 上げてるから。全然ね、あと、そんな気にしなくていいよ。結構大丈夫だから。あ、本当に？うん。そんな別になんか超絶大変じゃない。肉やばい、足んねえとかじゃない。全然。ゴミ取りが。食料値減ってってません？食料値減ってない？ゴミ。ああ、でも全然減ってないな。ずーっと誰かのとこに降りてくの待ってたからな、狙って。あ、中立になってね、危ねえ。あれ欲しいんだけど、肉。誰か。これあります。食い物肉。あ、それも肉送られてる。ちょっと俺ももらっていいですか。食い物肉がないんですか。あの、そう、人間が食う肉。ニコラさん、どうしたよ、後ろ。ニコラさん、後ろ。はい。全開しました。ありがとう。はい。クイさん、じゃあ、ちょっとダイオードの中入れるわ。ありがとう。ああ、やばい。ちょっともう、みんな待ってる間にこすっちゃってる、俺。行こう。ああ、大こすり。こすりテリウム。こすりテリウム。こすテリウム。こすりウム。こすりウムね。こすりウム。ポリリズム。コスペリウム。コスペリウム。いきなりなんか安い。安くて美味しいお菓子になった。駄菓子だよね。テリウム。コスペリウム。あ、なんかちょこちょこまだ一応、イースターの名残。そう、ね。生き残ってるからね。大丈夫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 。あの、いや、これあの緑でいいけどな。ね、僕もそんな気しますわ。ああ、まあ、あの降りてくる時だったら多分大丈夫です。行けます行けます。ただ言いました、これミスったらもう本当にまずいよ。ちなみに俺この作業したことないんで、あの、ああ、わかんないってなったらもう、言葉、かけちゃってください。優しい。何言ってんの。集まりづらい。集まりづらいな。ちょっと集まりづらいところだから気をつけて。糖分摂取してから。この辺のちょっと、木とかを倒していこう。これ一番奥の何でもないところかな。ちょっと最終設定オフにしとこう。あ、来た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 、ほら来ました来ました。全員いる？いますね。ついてる。このクレートになんかこうウィンウィンウィンの回ってるやつに当たってれば大丈夫だよね。もうここら辺にいたら大丈夫よ。2人じゃなくこの辺にいたら大丈夫。いくよ、アイテム取んないでね。はーい。うわー、すげえ緊張する。あ、来た。テレポート。なに？来たよ。テレポートまで25秒。早いよ。こいつビビり散らすな。行こう。行きます。あれ、このステージワンセメで見たな。アンセメありましたね。おかげに行けるなじゃないんです。いや、めっちゃ食らってる。気をつけてください。熱いです。あ、なんかちっちゃいの殺してる。いや、レベル低く501。何レベル501って、何レベル501って。大丈夫、俺は全然ダメージ入ってない。カメカメカメ。あった。あー、すごいすごい、ちょっと怖いな。おら、メガテリ見て、右上に秒数書いてるけど、メガテリのちゃんとバフかかってるよ。ほら、一番左にあるやつだね。501レベル。そうそうそう、501の子供がいっぱい出てきてる。こいつはじゃあ何だ、501の子供。もう富士さん、あったけあったけ。回復回復マジでありがて。これないと結構やばかった。いや、これきつかったっすね。ちょっとレベルアップして一回。ちょっとレベルアップして一回。レベルアップかけていいと思うよ。オッケーです。ちょっと一回離れたいんだけど。火力上げろ火力。
切るときは教えてね。オッケー、大丈夫、切れるとき全然平気。本当火力上げろ、投げぞ、これ全然平気よ、全然平気、まだ時間もねえし。火力上げた。いや、残り13分だから多分大丈夫でしょ。足元で後ろに腹殴ってやる、腹。後半でも学んだ、足元がやっぱり安定性。雲もやば、レベルアップしながら殴る。まだまだ全然平気。なんか大丈夫、どっか行くか。なんか緑のかけられてるけど。あ、腕きつい、指痛い。これは全然平気。トイさん、食料値まだまだあんの？全然平気。食料値、食料値満タンで、なんならで、生肉をずっと消化してるだけ。俺の体にいっぱいの虫が。後ろやばいね、後ろやばい、メガテリの。こいけ、スタミナ気をつけてください、皆さん、スタミナ。右クリアれば後ろも攻撃できるぞ。あ、マジっすか。うん、熱い、それ、ナイス、ニコラスさん。あー、でももう回復間に合ってますわ。あれあれあれ、スタミナ回復します。え、ちなみにこれ相手どんぐらい減った、これ半分です。半分、半分、半分、相手の上見て、相手の上見て。あ、ほんとだ、出てる。投げたっか、こっちは。ラララララララ長っ。てかこれやば、俺封じさえいなかったら終わってたな、マジで。一気に湧くな。うわ、すごいメガテリヤキバーベーガーの。キッチンキャラチンやばいんだけど。あ、マジだ、俺。重さで動けなくなってくるから、荷物、どんどん捨ててった方がいいですよ。ほれほれ、あと3分の1。うわー、毒液。うわ、めっちゃ出てきた。いやー、長えし、出来事がわからねえ。あ、でも結構いってる、結構いってる。結構いってますよ。もうちょい、もうちょい、いける。体力どう？やばい人いないか？大丈夫、僕全然平気で。大丈夫。あー、じゃあじゃあじゃあ、富士山の体力大丈夫なの？ダイオウの今、上の、バッテンの上が消えた。やっぱ自分は回復できないから。いや、回復してる、してる、してるけど残り半分だろうね、耐えると。オッケー、富士山やばくなったら引いていいですからね。はいはい、俺たち多分ゴリ押せる。それか、生肉スーパー入れまくりするから。あと5分の1。勝った、もうちょっといける、いける。え、ていうかちゃんとボスじゃん、ね、ボススピードだって強すぎる。超でけえな、ちゃんとボスキー。今キレ乗ってるからだけど、ちょっと人で行ったら超でけえぞ。多分飯入れします。ちょっと俺オリジンで体験してみてもいい？一撃で死ぬんじゃないですか。ニコラスさんやばいってそれ。消え去ると。ちょっと倒す前に体験してみて、こいつを。俺は銃でやる、銃で行く。俺はあやあ、俺の槍でいったわ。俺ちょっと最後。俺の槍ラストアタックじゃないこれ。死体これ食べてほしいの。こうやって食うことできるけど。食べていいよ。キチケラやば。キチケラやべえ。これはちょっと嬉しいな。ちょっといいの？待ってよ。上乗ってスクリーンショット撮ろうよ、みんなで。記念。記念スクショ撮ろうよ。撮ったよ俺上。フードマザー。メガテリウムから。あと20秒よ。メガテリから乗るのか。西テリウムから乗れる。西テリウムから乗れる。どうやるんだっけ？あれ、やーってやつどうやるんだっけ？はい、行きまーす。ヨシャがいないけど。これ下に乗っちゃってます。ああ。ああ、一応俺取りました。ああ、いいんじゃなーい。戻ってきた。で、エングラムが増えてると。ちょっとそれ拾ってインベントリー。しかもあれじゃなかったっけな、誰かの体の中にあれ入ってません。あ、エレメントみたいな。ブルードマザーの旗。はい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 。魔女の帽子。が入ってました、私には。か
他の方はいいよ。入ってるよ。ブルードマザーと、魔女の帽子入ってるよ。と誰かにね、入ってるんですよ。で、ブルードマザーの死体僕あさって、ブルードマザーのトロフィーと、あと、エレメント10、拾いましたね。これで、ボス戦は勝利。勝ち。まず1戦目はね。ヒエノドンの、職人見習いの、サドル手に入れたよ。出ました、ヒエノドン。狼ね。ヒエヒエノドン。ヒエヒエノドンよ。焦って全部物捨てちゃったから、俺の中にも入ってたらどうしようと。あっ。あるかも。あるかも。帰ろうぜ。帰りましょう。ああ、次のボス行こうぜ、次のボス。意外とスッキリだ。ちょっとちゃんとボスだったからびっくりした。マジで下の方に増えてるよ。テックの土台とテックレプリケーターとエングラム。下見てみ。一番右のアイコン、テックエングラムってやれば出てくる。あ、ほんとだ。へぇ。あ、そう、ね。右上のアイコンを一番右にすれば。うん、テップレプリケーター。テックの土台。テックの土台ね。テックトライアングルステリング。テックレプリケーターは、確かテック系のものを作る作業台みたいな。へぇー。ちょっと待って。インゴと5000? 気づきました。へぇー、これやばくない？気づきました。5000はやばい。5000はやばいよ、これ。俺ら今までなんか鉄の拠点とかやってましたけど、あんなに火にならないぐらい鉄必要になってきますから。やば。やば。でも、これ今雲だったわけでしょ？はい。次は、どんなのがいるんですか？ゴリラです。ゴリラ。いやー、ちょっとボス感あるね、それ。はい。デカゴリラ。ゴリラ、ゴリラは何でやるんですか？確かに。どうしたらいい？ゴリラは、レックスとかかな？確か。あ、そっか。うん。じゃあ、アロとかでもいける？あ、アロとかでもいけんじゃないですか？アロでいけるかなー。ただ、マジっすか？こう、レックスとアロの差が多分、レックス5体ぐらい、レックス5とアロ5だと全然違うんで。ああ、なるほど。はい、じゃあ、レックスが2か3はいた方がいいとか、最悪。いや、アロはね、相手選ぶんすよね。ああ、でもそうか、出血ダメだから。あ、でも2アロでいいんじゃないですか。2アロ、3レックス。3レックスとかでいいんじゃないですか。まあ、全然アロとか。たださ、富士山のやっぱ回復は俺欲しいわ。はいはい。じゃあ、2レックス、2アロ、1ダイオ。1ダイオでいいんじゃないですか。いいサドル欲しいなぁ。そうなんですよね。そこなんですよね。いいサドル欲しい。いや、銃で行こうや。銃で行こう。銃はね、いけなくないんかな多分。いや、でも銃もいい銃じゃないと無理。そうなんですよね。時間いい銃。来るんじゃん。いい銃じゃないと無理なんです。15分で。だってあんだけみんなで殴って。確かに。6分ぐらいかかった。しかも、雑魚もいっぱい湧いてきてましたもんね。うん。あと今、ちなみに今やったボスが、もう、うん、アーク史上最弱のボス。おい。もうただ殴ってで勝てるぐらいな。はい。もう硬いとか言ってたじゃん、富士山。うん。オッケーっつって。うん。びっくりした。うん。最弱。だ富士山が、硬い、オッケーとか言ってる時。長いってね。アークやってる小学生はもう鼻で笑ってます、今。うわ、小学生また笑われんの動画見て。うわ。そうでしょ。ブルードマザーでこれだったらもう、ゴリラもう、もう笑われてんだ俺。ちびり散らかすんじゃないの、こいつ。ちょっと、そしたらなぁ。何歳だ？ウィキペディアで調べてみよう。うーわ、29回。やべえな、こいつ。ウィキペディアで調べてくれるんだな。小学生、そんな知能あるかな？ウィキペディアに載ってることを、ちょっとびっくりしてくれ。ねえ、ウィキマジな、こいつ。じゃあ次は、あ、でもまた、ダンジョンも行かなきゃいけない。そう、ダンジョン行かないと。あと、1個無駄にしてるから、多分それもまた行かないといけないところ出てきそうだ。それよ、もう。おい、待て。これ立てねえと。あ、出た。うわーすげえ、なるほど、討伐の。討伐したらこれ立てねえとダメなの。討伐の印。雲だ。やってんだぞ、俺らはっていう。確かに。もう近づいたらやばいってわかる。あと、日産の帽子、ダセー、それ。へ魔女の帽子、ダセー。あんまりが被ると一気に化け物魔法使いだな。あんまそんな漫画みたいなへはない。あんまないですよ、ね。本当に意表つかれたんだろうな。じゃあちょっとゴリラに向けて、はい。次の恐竜の育成をしますか？そうですね、準備しましょう。準備しましょうか。恐竜とダンジョンですかね。アーティファクト集め。そうね。行きましょう。はい。